はい、どうも皆さん、じゅんチャンネルです。今回は五七五っていうことで、俳句をやっていきたいと思います。みんなで、読むかな、わかんないですけど、まあ一人でやるって感じのあるんですが、今回みんなでやっていきたいと思います。で、まあ2、3回ぐらいやったんですけど、2、3回どころじゃない、もう嘘つきました。もう何時間もやったんですけど、結構面白いです。あ、おー、ほうほう、わかりました。じゃあ最初の一言、5文字、少々お持ちを、何しようかな。はい、よろしくねもうこれ俳句ではなくなってる、ただの挨拶。まあ最初は挨拶からって言うから、そうそうそう。今やってるのは七七さんって方でやってますね。ちなみにこれは無料ゲームなんで、あの五七五オンラインって出たんですよね。おー何を通してんの。ワンワン何してんのか全然わかんない。ということで、もう一回やりましょう。今度こそちゃんとした俳句をしよう。俳句をしようっておかしいけど、寒、この時期にその名前やめよう。おう、中間なんかね、オッケーオッケー。今相手ですね、寒っていう方がやっております。ワンピース、めちゃやばいなこれ。ピッワンピース、おおお、もうこれ俳句ちゃうって。あの服全然俳句ちゃうな。ワンピース、あの服のアニメだよ何なのこれ何をしたいんだうちは。名前がすごいんだよ、サムって、すごいな。マッチング、ん、人生っていうものかな、なんていうものだ、わかんねえや。あ、うちから OKOK、 完璧な、ちょっと作ろうか。じゃあ、くしだよ、くしじゃないよ、クリスマス、酔ってたかってって言うんだよ。何を入れようとしたんだろう。はい、相手の番ですね。人生って読むんだっけ、あれなんて読むんだっけ。読もうとしただけ頑張ったと思ってくれ読めないのがやばいんだけどさ。クリスマス、あ、これ真面目に来てんのか、それともふざけに来るのか。もうふざけてやったやつはマジで面白いんですが、ちょっとやばいやつもあるんですよね。まあそれは見せて平気だったらおまけでつけます。サンタにお願い、サンタにお願い、まあいいか、サンタにお願い、プレゼント、プレゼント、まあしかな、クリスマス、サンタにお願い、プレゼント、この中じゃこの中じゃっていうと、あの動画に出てない、うちがちょっと裏で楽しんでやっちゃったやつより全然マシってやつですねああ、七七さん、これ名前変えないだけで、そしても名前変えないだけで、名前の変え方が、名前変えないだけで、それとも、何を言おうとしてんだ、私は。落ち着け。七七さんは名前を変えようとしないだけで、だけでやってる。もういいや、コスモスの、匂いを嗅いで、何が出るかな、何が出るかなっておかしいな、そういうゲームちゃうからね。匂いを嗅いで、あ、まあ一応七だね、あ、五七五だから、待って、あ、そっか、コスモスの匂いを嗅いで、コスモスの匂いを嗅いでおい、それだけかってなったし、それに違うだろう、それは。はい、次。あ、また真ん中か。オッケーオッケー。もう最初の人にかかってるね。最初の人がふざけると、もう完璧に作れないから。で、この後、もし最初できたら、ちょっとふざけてみたいと思う。ふざけるっていうか、まあ、ちゃんと作りたい人もいるけど、これ難しいのよ。半分以上ふざける。こが。そうなのね。お大事に
なんなのこれ。こうか、お大事に。どういうこと？どういうこと？どういうこと？これはやめとこうか。下ネタ使う人多いんだけど。あ、そうだ、今更かなんですけれど、ね、ブレットタウンなんて書いてあった。まあ言おうと思ったんですけど、下ネタとかそういうのがこのアプリ使う人が多いんで、まあ、それが苦手な方、また食事をしている時をしている方は、まあ見ないでください。まあそんな見る人いないと思うんだけど、一応言っときますね。今更かめっちゃあるんですけど、カーテンを、洗ってみたら、カーテンを洗ってみたら虫がいた。ちょっとやめて。ね、そのカーテン絶対にその汚いわ。それいつ頃のやつ。やばいって、虫がいたわ、やめよう。 UI UI めっちゃいいじゃん。また真ん中か、真ん中中間っていうのか、名前いいけど。さあ相手が入れております。クリボッチ、クリボッチって何、何クリボッチって知ってる人います？それともただでこの人が作った？それはないよね。ぼっちってあの一人ぼっちのこと？わかんねえや。クリぼっち、クリカぼっちってこと？クリぼっち、もうわかんないからいいや。もうわかんないからようわかんないけど、はい入れちゃおう。なんでクリぼっちみんな食べたらにしたんだか全然わかんないけど、全然わかんない。ね、クリぼっちどういうこと？ぼっちってこと、それもクリがぼっちってこと、全然わかんない。あお、バランス崩した、ごめんなさい、見えないところで。相手なんていう名前だったっけ。これね、終わりの頃にね出てくるから名前。おい。今の何だったんだ。よし次やろう。出ていくなそこ。じゃあ、あと、これやって、あと1回やったら終わりにしたいと思いますね。お、ペテルギウス。ペテルギウスさん。はい。うちは最初 OK。ちょっとふざけてみよう。ちょっと。と言ってもふざけることがないんだよね。これが、じゃあいや、猫好き？何の話してんねん、これ。もうただの文、ただの文。猫好き。ん？いや。猫好きって謎つくからギリギリ小文字になるよ。好きです。ほうほうほう。私もです、私もです。まあいいか、まあいいか。猫好き、好きです、私もです。なんだこれ、もうただの会話になってる。でちょっとランキング見たいと思います。ランキング、みんなこんにちは、お前誰だよ、ひろしだよ。はい、うん、また君か、さっきはごめん、いいんだよ。おお、君の顔ニキビが多いね。あ、やんのか。どういうこと。ゲームしたい、今やってるやん、とボケた。謎の、で、ん？ 3000円で500円ってこと？なんて名前にしてんだ？かわいい方や、どこがだよ。ちょっと名前。これがかわいいってなるの、ちょっとな。はい、じゃあね、今回これで終わりにしたいと思います。よかったらね、なんか見ちゃいけないの見ちゃったね。よかったらね、グッドボタン、チャンネル登録。よろしくお願いします。最後に、陰キャとはと見せかけて、はい、これまずいですね。